ニメ大好き濃厚アニソンカウントダウンをご覧の皆さん、どうも青山芳乃です。最近やっぱりナナっていいなって、矢沢愛先生のナナという作品はこう永遠に私の少女心をこうくすぐらせてくれるなというふうに思っています。皆さんはナナを読んだことがありますか？ナナは最高です。もう見る年代、若いかちょっと中年かそれ以外か、もう全員いつ見るかによって推しが変わるんです。ああこの人の心に寄り添えるな、ああこいつってこんないいところだったんだな、昔は気づけなかったけど、といったもう様々な人物が出てくるし、みんな超イケメン、全員めちゃくちゃかっこいい、そんなナナに最近またハマっています。ただいまデジタルシングル空飛ぶペンギンがリリース中です。いやー、フォースデジタルシングルなんですけれども、本当あのページファーストデジタルシングルを出した時にはですね、まさかこんなに続くだなんてっていう風に思っていたんですが、もうあれよあれよとフォースまで出させていただきました。ありがとうございます。今回の曲はやっぱり秋にリリースということがあったので、まあ、秋らしくこう爽やかかつこうちょっとミディアムだけどロックな感じを出したくて、あの今までにない私の楽曲ができたんじゃないかなというふうに思っております。ミュージックビデオも撮らせていただいたんですけど、初めて楽器をね持たせていただいて、いやーでも本当にそういったことができるようになったのも嬉しいなって思いますし、初めてねスタジオの中で撮影したりとか外で撮影したりとかっていう映像がいろいろ入り乱れているので、たくさんおすすめポイントを教えていただけると嬉しいです。それでは最後に番組さんからの濃厚ワードに答えていきたいと思います。今月のお題が、11月はいい日が目白押し、勝手にいい〇〇の日認定ということで、まあ確かに11月はいいっていうね語呂合わせが多いと思います。まあ11月22日がいい夫婦の日とかね有名だと思うんですけど、まあ新しくいい〇〇の日を考えてくださいというお題でございました。いろいろ考えたんですけど、やっぱこのいいなんとかの日にかこつけて何かをしなければいけない、ちょっといい〇〇疲れしていませんか？そんなあなたのために私作りました。11月8日もういいやの日、なんかもう疲れちゃったし今日はもういいや、ああ仕事休んじゃおっかな、ああご飯作るのやめた、そんな諦めが人生にはねたまには必要なんです。なので11月8日もういいやの気分で皆さん全てを投げ出してみてください。以上青山芳乃でした。もういいや。